末、子供放置して不倫か、偉いじゃん。あ、広口の先駆者？広末涼子、42歳、子だくさんが、今月7日にガチムチシェフ、鳥羽周作、45歳と、ダブル不倫疑惑が報じられ、スポンサーも、次々と離れていく広末涼子だが、夫のキャンドル純氏が、重い口をやっと開いた。11日、福島県二本松市で行われた東日本大震災の震災の月命日にキャンドルを灯すイベント、キャンドルイレブンスという復興支援活動に参加していた純氏は挨拶の冒頭、プライベートなことで世間をお騒がせしてしまって申し訳ございません。と、自ら切り出し、震災の鎮魂イベントで、あ、下ネタじゃないよ、不倫騒動に言及するという異例中の異例の展開。挨拶最後の1分間、純氏は、自分自身の家族は今大変なことになってます、しっかりとこの後けじめをつけますので皆さんお楽しみに。けじめをつけますってそりゃ離婚か、てかお楽しみに。言い方これ絶対復讐よね。その最後の部分は声量も説明の時よりかなりでかかったという。そしてイベント中に長男19歳から月命日お疲れ様とねぎらいのメッセージが届いたことも明らかにした。キャンドル純曰く、彼は今小さい子たちの面倒を見ていて大変なのに、福島の人たちに対して気遣いのできるかっちょいい長男になってくれましたと告げた。そう、次男12歳と長女7歳の世話は今長男が担っているという。そんな広末家の内情までキャンドル氏は暴露したのだ。これは完全に広末をかばう気なし。そして5秒余り沈黙があり、ありがとうございましたキャンドル純でしたと結んだ。この5秒の含みはマジで復讐5秒前ってか、怒ってるよね、悲しんでるよね。終了後純氏はスポニチの取材に、あ、ごめんなさい、ノーコメントでお願いしますとだけ話してスルー。スポニチ、しかしこの暴露に広末涼子の長男たちが下の子たちの面倒を見ているヤングケアラー問題が浮上。2022年ベストマザーは外でイングリナロッケナール。ヤフコメミは怒りの7万いいねの大絶賛コメント。ヤオサヤさんは旦那さんが不在の時に不倫お遊びをしてたんだから、結果両親不在となり長男くんが面倒を見てたってことだよな。ヤングケアラーとは違うけど、長男くんに仕事だと嘘をつきながら下の子たちの面倒をお願いねと出かけて不倫していたわけだよな。キャンドルさんにしてみたら自分への裏切り以上に長男くんへの裏切りは怒り狂うかもね。これは広末さん相当やばいことになるかもな。普段穏やかな人ほど怒らせると怖いからな。そう、外録チャンネルにキャンドル純さん出てるんだけど、すごく穏やかな人なのよね。ただね、やっぱり広末女優さんでしょ。私が1万回ぐらいこの動画で言っている綺麗な着ぐるみ着てるだけの中身お猿さん説なのよ。彼女が破天荒ではなく広末涼子の着ぐるみなんて着たら誰だってチヤホヤしてしまうよ。だって広末に見上げられたらどうなるか。全然ピッタってないですよ。え、嘘、わかんないでしょ。こちら見て、かわいすぎる。こんな可愛いアヒル口の着ぐるみなんだから性格最高って思うよね。でも逆よ、最初からもう世間の男どもの9割を惚れさせる魔法の着ぐるみを着た中身お猿さんなんて身勝手に決まっている。そしてそんな家族を地味に支えてきた表現者である夫キャンドル純氏がどんなお楽しみ会を開くのか楽しみでならんのよ。てこと、広末にろうそくであっちあっちするんか。あ、チャンネル登録よろしく。